コント、もしも寝たきり障害者が銀行強盗だったら、銀行強盗だ、銀行強盗だ、金を出せ、よし、いける。次の日、銀行に着いたぞ。あとは適当な健常者を捕まえてと。あの人にしよう。ちょっとすいません、そう、そこのあなた、お頼みしたいことがあるんですけど。そこのカバン、そう、そのカバン、そのカバンの中から刃物的なものを取り出して受付的なところに突き立てていただけませんかね。いかないで、ご迷惑は一切かけしません。何分私こんな体なもんで刃物的なものがつかめないんですよ。ですからあくまで私の代わりにっていうことで、刃物的なものを銀行員的な方にグーンって突き立てていただけるといいかななんて思ったりして、そしたら私がビシッと決めますんで、私昨夜練習したんでございますよ。ビシッとゴーです。行かないで、ごはん、あ、持病がなんだかんだなってる。あ、これ絶対、あ、こう見えても私体が弱いんです。あ、先ほどの方戻ってきてくださったんですね。私の最後の願いだと思って、刃物的なものを、ありがとうございます。責任は私が全て取りますから。ただ万が一捕まった場合は共犯、いえ、絵的に言ってもそちら様の方が主犯格みたいになっちゃいますけど、その時はご了承ください。行かないで、ごめん、上から障害者が苦しいんだよ。